ア。正解されると1万円を差し上げます。お答えいただく方は今日お電話ファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方お一人です。まずは問題です。今週はアッコさん専属ナイトマネージャーアビルユーさんをお迎えしてアッコさんとの夜の珍プレーのお話を伺いました。爆笑の連続でした。特に真夏のパワーストーン事件のお話は何度聞いても最高でした。アビルさん曰く、はい、たまたま入ったパワーストーンのお店で、はい、アッコさんは第一声、はい、何と言われたでしょうか、はい、1番なんでここでお店を開いたの、はい、2番一体どれくらい石があるの、はい、3番何時までやってるの、はい、4番なんで石に値段をつけて売ってんねん、はい、4択です、はい、これ事実だからね、悲しいわまたなんかこう不思議な光に吸い込まれるよ。そうそうそう、お金も持ってないのにもしもし、もしもし、はい、和田と申しますが、あ、こんにちは。あ、こんにちは、墨田区の、まなみさんですか、ね、まなみさんですか、これ、アミと読みます。これでアミさんと読むんですか。アミさん、はい、愛する美しいと書いて、アミさん、素敵なお名前、25歳、はい、さあ、1万円のチャンスです。今の問題の答えは何番、はい、近いよ、どっちかなって、どっちだろう、さあさあもう一回いきます。当ててくださいね、はい、今の問題の答えは何番、4番で、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、正解です。ありがとうございます。よかったよかった、え、はい、迷ったんですか答え、はい、ちょっと別のことに集中しちゃってて、ちょっと笑ってたんですけど、あ、よかったよかった、これも選択肢4択の中から選ぶなら、うん、普通に4番がやっぱり言いそうだなっていうふうにことですよね、これね、そうですね、1番か4番がアッコさんっぽいなって思ったので、1番なんだっけ、なんでここでお店を開いたの、はい、4番なんだっけ、なんで石に値段つけるってねそれをアミちゃんは私っぽいと思ったわけ、アコさんね、これ終わったら熱出そうですいやでもね、1枚当たりました、はい、本当にあの優しい、あの喉のことなんか気を使ってくれて、いろいろキャンディーの名前とか書いてありますけれども、ガイドしかないよね、はい、うん、アミちゃんも、あと母親がよくそのキャンディー舐めていて、うん、私はね、今日私が言うのも失礼なんですが、喉のプロです。めちゃめちゃ気持ちよかったです。心配してくれてありがとう。全部書いてあることは全部やりました。